はいどうも皆さんこんにちはデータ大学生カエルです一発撮りやっていきます明日から始まるウィナーズカップ攻略するのがここだカエルはデータ系の競輪,競輪の賭博者っていうんですかねはいということで勝つためのデータを伝授したいと思いますこれ一発撮りなんでえってなるときあるかもしれないですけどお許しくださいそうもう時間がなくて焦っていますということでやっていきましょうデータを伝授させていただきます まず、見なきゃいけないデータは、こちらになります。はい。取手競輪マスコットキャラのバンク君です。と、これ、バンク君の仲間たちでございます。はい。何ふざけたことを言っているんだと思いますが、はい、ふざけています。ここに関してはふざけています。さあ、と、冗談を置いといて、ここから見ていきたいと思います。では、最低限の情報になりますが、こちらです。 とりで競輪最低限の情報となります、えー、周長 400m 見出し直線 54.827m 直線が短い競輪場になりますでは直線が短いということは皆さん何て思いますか逃げ選手が逃げれるい,いえ大間違いですこの競輪場逃げ選手は実は点点点って感じですさあそれはなぜなのか今からその謎を解き明かしていきたいと思いますなので 本当に大切になるのはここからですさてじゃあ行きますよどうぞ1月から5月はトネ川によって大きな風の影響を受けますそうなぜ逃げ選手が逃げれないかというとちょうどウィナーズカップ2月3月に行われるんですが風の影響が非常に強いですトネ川は世界日本でも暴れ川と言われるぐらい暴れる川なので風の影響がすごいんですその風を受けてしまうということで非常に強いです そのため、砦経理にやる場合にはまず天気と風だけは絶対に見てくださいそ,うその天気と風を見たらどうすればいいかというのを僕のサイトにしかないこの動画に全て載せさせていただきましたこの情報を元に戦っていただければ、まあ、多少は取れるんじゃないかなと思っていますでは行きましょうまず今回僕が集計したのは過去3回分のグレードレースを集計させていただきました項目としても天気でまず晴れと曇りの場合 春と曇りは一緒としています、または雨の場合で、風の強さも出させていただいております、風の強さは0メートルから1.5メートル、2メートルから2.5メートル、3メートル以上で集計していますでは見ていきましょう、どうぞ、晴れの場合、0メートルから1.5メートルの風の場合、逃げ選手は逃げれません、逃げの頭はないです、これ集計したんですけど、逃げ選手の頭率、実は4%ぐらいしかないです。 こんんな選手変えませんで逃げの選手の2着も12%と実は低い1着、2着合わせて16%しかないんです逆に、まくり選手の頭率は40%ちなみに差し差しの筋違いは28%そして差し選手の頭率は55%ということで差し選手だけで言えば着率70、80ぐらい結構70%、60%ぐらい入ってくるのかな1着、2着でということだからまくりと差しから狙うべきです風がなないい場場合合ですこれ,は実は晴れの風のない場合 そう今回全部のデータを出していますこのデータが出てるのは僕のチャンネルだけですミーナあキャ損ショですで次に風が 2m から2 5ルの晴れの場合ですこれは鳥手競輪はなぜか2メートルから2 5メートルの,の,トトルトルの風が吹いたとき1着の逃げ率が21%まで上がりますさっき逃げ選手は来ないって言ったのになぜか風が吹くと1着率は21%まで上がります逆にまくりの 決まり手が20 40%から27%まで下がりますそして差し選手の頭率は50%ともうすべてにおいて下がるんですしかし差しの50%の多くが差し逃げと逃げの選手が2着で残ってるんですそのため風が 2m 以上の時はバックを踏んだ選手が残りやすいんですで次に風が 3m の時り選手とり選手の番手選手を軸に買うべきじゃあなぜ 2m で逃げの選手を勝ったのに 3m の時はの時は まくり選手になるんんだとこれ僕も分かりませんなぜか 2m のときだけ異常に逃げ選手が残るんですこの競輪場そのため 2m のときだけ逃げ選手警戒してくださいまた風が 3m 以上のときはもう地元選手優先的に買った方がいいです地元選手普段から練習しているので慣れています一元屋とは違い慣れているのでおすすめですで次に雨の場合雨を調べた場合にあったのが風がいろいろ出るんですけど正直風何メートルも関係ないです もう逃げ選手、残んないです、これ。データ出したんですけど、バック踏んだ選手の着外率、ほぼです。残るのも、まくりでバック踏んだ選手しか残んないんで、逃げの選手はもう買わなくていいです。もう買うんなら、まくりの選手とまくりのバンテ選手から買ってください。また、あ、逃げのバンテもって感じですが、最後にまとめです。まあ、これ、めっちゃすっごい手短に外しちゃったんですが、こんな感じです。風の強さと天気を見て、臨機応変に作戦変更。雨の日は、まくり選手とまくりのバンテ選手から狙いましょう。 で、こ,こから最後になります。これ大事です。最後に。最後にこの情報は非常にありがたいと思います。この動画を最後まで見たあなたなら絶対勝てるんです。大切なのは最後まで自分の解明を信じること。で、この動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。ただ早々になっちゃったんですけど気になるところあれば止めてみてもらえればここの動画にしかない情報があります